みんなをスターライトしちゃいます。結末は別れと決まっているわ。いいの、いつかあの子と戦うことになっても。約束したんだから、私たちは絶対一緒にスターになるって。スターライト、これは運命で結ばれた女神たちの物語。たとえ悲劇で終わるとしても。青少音楽学園放送局、劇場公開直前カウントダウン特番ボリューム1。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。愛情カレン役の小山桃代です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。神楽光役の三森鈴子です。お願いします。はい、花井香織子役の伊藤彩紗です。こんばんは。こんばんは。はい、ということで始まりました、青少音楽学園放送局劇場公開直前カウントダウン特番ボリューム1。はーい、なかなか覚えられないんですよ私このタイトル。ということで始まりました、うん、こちらはですね、いよいよ8月7日に公開が迫りました再生産総集編、少女歌劇レビュースターライトロンドロンドロンド、これでもかと盛り上げていこうという番組でございます。はい、もうすぐですからね。いや、もう公開日の8月7日まであとちょっとになりましたけれども、うん、はい、まずはね、少女歌劇レビュースターライトロンドロンドロンドについて改めてね、なんぞやっていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんので説明させていただきます、うんうんうん、2018年に放送されたテレビアニメシリーズを元にして新たな切り口で再生産した総集編となっております、うん、テレビアニメシリーズをね、全12話見たよって方も、うん、まだ見たことないよという方も楽しめるように様々な再生産を行っているということで、楽しみですね。まあね、うん、スターライトファンの皆様も、うん、そうじゃないお友達にも紹介 しやすいのではないかという特番になって、まあ、なんか考察がはかどるんじゃないかって言われてるそうですよ。確かに、いろいろやっぱりね、テレビアニメ見てたけど、うん、やっぱ通してみるとまた分かんなかった、そうそう、見えてこなかった部分が見えてきたりするからね。だってね、うん、12話アニメを一気見するって結構ちょっと一気にいけるかなと思うけど、うんうん、この映画をね見ちゃえば、うん、もう12話分をギュッとされて、うん、しかも新規カットもあるっていう、うんうん、もうめちゃくちゃお得ですよね。すごい、本当だね、本当見方が悩むのよ、うん、私この劇場版の前に、うんうん、もう一回スターライト見直すか、うんうんうん、映画を見てからアニメを見返すか、すっごい悩んでて。確かに、あ、それ、そんな、それぐらいね、もう悩んじゃう良さがあるというか、うんうんうん、ね、いや、そうね、でも新規カットをさ、うん、結構一回見直さないとどこか分かんなくなりそうじゃない。確かに、なんか割と本当になんかナチュラルに新しいシーンが、うん、差し込まれてるというか、うん、確かになんか本当にじゃあもうね、見返さないで2年前に見てた人はなんか意外と気づかなかったりするかもしれない。確かにね、合ってるもんね。そうだよね、繋がってますから、その新規カットですよね。気づいたらすごいわ。しかも映画館で見るってスクリーン、いやー、嬉しいね。嬉しい、ね、音がいいんですよ。レビューシーンを大きいスクリーンで見たかった、ずっと、うんうんうん、もうね、音楽が、うん、素晴らしいですからね。しかもレビュー曲も ね、新しくなったりしてるところもあったりするので、そうだ、それがね、やっぱ見どころの一つだよね。うん、そうだね。レビュー曲も再生産、うん、されておりますので、まあ、まあそうだね、アルバム聴いてから来てもいいよね、レビュー曲のね、うんうん、待ちね、そうあれ、いや、いいでしょう、聴いてから来ても楽しいのではないかと思います、ね、うん、そして、まあ、一度公開が延期となってしまいましたけれども、うん、ついに公開が8月7日金曜日、バナナの日に公開される。分かりやすい、すごいですよ。いやー、まあ一種再演ですからね、延期。そう、確かにすごい分かりやすいじゃん、うん、バナナの日だって。この間ね、イベントの時にアイアイが8月6日ですって言ってた、うん、確かに。いや、そんな間違いどうして1日よどこがどうなったの。バンクーヘンと
間違えたわって言ってそっちかなんでマヤさんもね、まあ、バンコク好きだからそうだと思ったバーでそっちで行っちゃったみたいなんですけど7日の方なので皆さん、はい、お願いします。6日に行ってもまだやってませんからね。そうですよ、気をつけてくださいということで、ね、すごいね、まあ、公開日までのカウントダウンということでね、うん、今日はカウントダウンにちなんだ企画なども3人でやっていきたいと思っております。またね総集編の前売り券なんですけれども販売されてるんですけどなんかいっぱいあるんですよ種類が、うんうん、グッズ何がついてくるここで買ったら何がついてくるとか、うんうん、ここで予約したらこれがついてくるとかいろいろあるんですけれども、うん、番組の最後にはねあの前売り券やグッズなど紹介するコーナーもありますので、うん、悩んでる方は番組の最後のね方でこれだって決めていただけたらと思います、はい、それでは青少音楽学園放送局劇場公開直前カウントダウン特番ボリューム1開演です。みんなをスターライトしちゃいます。結末は別れと決まっているわ。いいの、いつかあの子と戦うことになっても。約束したんだから私たちは絶対一緒にスターになるって。スターライト、これは運命で結ばれた女神たちの物語。たとえ悲劇で終わるとしても。さてまずはこちら、再生産総集編公開直前、待ちきれないあなたのためにスターライトカウントダウン。イエーイ、はい、はい、こちらのコーナーでは私たち3人がそれぞれスターライトに関する何かのランキングをカウントダウン形式で発表していきたいと思います。はい、ということでまずはねあやさがカウントダウンしていただきたいと思います。あやさに発表してもらうテーマはこちら、伊藤あやさが思う再生産総集編公開直前夏に聴きたいスターライトの曲ということで、いやもうね、うん、まあ、梅雨が長く続いてますけれども、ね、梅雨が明けたらまあもう本格的に夏がやってくるんじゃないかと、うんうん、まあ、梅雨が明けたら劇場版公開、うん、明けてないかもしれないけどこればかしは分からないけどでも今のうちにね聴いておきたい夏の、まあ、夏の曲っていうのも難しいけど、うん、いいね、夏に聴きたくなる曲をね、あやさにスターライトの曲を聴いていきたいと思います。じゃあまず3位から発表してもらいましょう、お願いします。はい、ではいきます。伊藤あやさが思う夏に聴きたいスターライトの曲第3位は舞台少女ココライです。はい、イエイ、いいよね。始まりが、うん、今聞きましたか皆さん、うん、このチャララランってキラキラしたピアノから始まるんですけど、いい、ね、あのこの曲は思い出もあります、うん、あの一番最初に私たちがやったシャープワンの舞台がちょうどね9月頃がに上演してたやってたんですけど、うんうん、ちょうどお稽古してたのが夏頃だったので、うん、そうだね、この曲を聴くとその舞台の夏お稽古してた頃も思い出して、確かに確かに、うん、なんかこう始まるなーっていうなんか夏らしさみたいなのと夏の思い出と持ちも込みで、うん、なんか夏に聴きたいなって思いました。わかります、はい、わかりますよ、わかりますか、わかります、はい、では続いて、はい、伊藤さんが思う夏に聴きたいスターライトの曲第2位は、やばい、慌ててるリクリエイトです。おこれも名曲ですよ、うん、かかってますね、いいんだ、いい、もう分かる前奏で、うん、神曲だということ、ちょっと感情が動きすぎてもうなんか夏だけど涙となんか汗とかでちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないんですけど、うん、でも曲自体はこのなんだろう爽やかな、なんだろう、音とか音色がすごい爽やかだなっていう、うん、確かに、そうだね、水も出てくるしね、うん、確かにバシャーンってね、アニメで海なのあれ、うん、なんで水が出てきてバシャーンなんか水のイメージありますね、あるある、リクリエイト、ここのぽや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 みたいに言ってるじゃないですか、ぽや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 
一番聞きたいかなって思いました。壮大だよ、間違いない。なんかそのスターライトの曲って、うん、具体的に夏の言葉が入ってたりとか、うんうん、もう夏曲みたいなのってそんなになんかパッとないなって思ったんですけども、ね、確かに。なんかやっぱ夏に聴きたいのは熱い曲よりどっちかというとこう清涼感がある、うんうんうん、爽やかな曲がいいなと思ったので、確かに、ね、まあ、3位もですけど、うんうん、選んでみました。いや、いい曲、いい曲です。さあ、では栄えある伊藤彩さんが思う夏に聴きたいスターライトの曲第1位はこちらです。大丈夫ですか？あやさん、もしかしてそれ苦手？プリティゲン苦手だった。はい、ファンシーユーです。わーい。あ、この始まりもいいんですが、ありがとう。やっぱピアノイントロって夏っぽいですよね。確かに、スターライト結構イントロ静かめ多くないですか？確かに、爽やかな感じで、キラキラ、爽やか、これ大好きなんですよ。夏を思い出す、これ確かに。確かにこれもシャープワンでね、そうやってたからやってて、ああ思い出す、あの稽古場まで歩く長い道のり。あでも思い出す、あったもん、そこですか、思い出す。ああ今日もファンシーユーだなみたいな、ね、あ確かに夏だけじゃなくても私の、まあ、うん、ナンバーワンソングでもあるんですけど、あやさんいつもやってくれますもんね。本当に好きだと思う、めっちゃ好きです。いい曲。いや私本当たまたま今日家でこれファンシーユー聴いてきたんですよ、たまたま、でなんかこれ撮った時って、うん、まだ舞台の稽古すら始まってなくて、確かにそう、カレンとして、うん、何も演じたことがない、そのオーディションのみ、うん、カレンのセリフ言ったのが、うん、ぐらいの状態でこの歌を撮った時のことをなんか思い出しました。合ってんのかな、うん、合ってんのかな、これはもう桃代じゃねみたいな。大丈夫かな、カレンじゃなくて桃代じゃねみたいな。いや、そんなことない、カレンに聞こえるよ。あ、よかった、カレンだった、うん、そう言っていただけて、でもあやさがいつも好きって言ってくれるから、うん、今ね、ちょっと黙って聞いていたいんで。ごめん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 、めっちゃ喋っちゃった。そういうことだよ、このままずっと聞いていたいなっていう。でも、ほらちゃんの声は彼の声。いや、嬉しい、ずっと聞いていいよね。横割りでもね、歌わせていただきます。え、もうちょっと逆に聞きたいんですけど、二人は歌っている時とかはどんな気持ちなんですか？ファンシーユー、ファンとして聞きたいな。ファンとしてこれね、もちろんもう浄化されていくんですけど、でもなんかすごいそのやっぱり最初に歌ったそのシャープ1でやった曲だからか、なんかすごい初心に帰れる気持ちがある、うんうん、なんか歌うたんびに、あーあの時2階で2人で踊ったなーとか思い出す。でも本当になんか鮮明にこの一番最初に立った舞台のアイアのステージが本当に出てくる、わかるわかる、あの光景が、そのアンサンブルさんがね一緒に踊ってくれるんだけど、もう本当に思い出します。思い出すよね、一気にあの頃に戻れるというか、うん、いや、緊張しましたよね、久しぶりにファンシーユーやって、久しぶりのファンシーユー緊張したの、なんかやっぱなんていうの、9人で歌うことに慣れちゃうとさ、やっぱなんか急に2人ってなるとすごいさ、1人ずつの分量めっちゃ多いなって思う。確かに、なんかうわーってなる。しかもトロッコ乗ったじゃないですか、うんうん、だから結構近くに舞台創造家さんを感じて、ね、うんうんうん、よりちょっと緊張しましたね。あ、確かに、そうだね、あ、みんながこっちを見てる、目がいっぱいあるみたいな。そうだった、すごい楽しかった。でもすごい綺麗、ペンライトがね、真っ二つに、なんかもうそこで、うん、なんかもう裏でね、うん、ジンコさんとか泣いてたの、うん、アンサンブルのダンサーのジンコさん、ね、まあ、ジンコさんも泣いてるっていうので普通なんか私ももらい泣きしちゃってうわーってなってて、でもそろそろスタンバイしなきゃ次の曲に向けてと思って見たら、うんうんうん、赤と青のサイリウムで分かれて、そうなの、そうなの、分かれてた、なんかサプライズがあって、そこでもまた泣くみたいな、綺麗だったよね、団結力、舞台創造家さんの団結力を感じましたよね、ミモさんがいる側が青くて、そうそう、うんね、私がいる側が赤くてみたいな、うん、でトロッコで反対になったら色も反対になって、うんうん、すごいの、すごいな、あ今のみんな瀬戸利知ってたみたいな、本当ですよ、知らないはずなのに、いやエモエモでしたね、ダンス多いんですよね、そうなの、意外と激しいんですよ、激しいんです、意外と結構ね、2、3以降が結構ずる、本当に結構大変だった、結構もうファンシーって、ファンシーって入ってるだけあって、うん、曲もファンシーなんですけど、うん、曲は結構ゴリゴリ、振りがゴリゴリっていう、筋肉痛になりましたもん、ね、最初なんか家でした時、
感想とかやばかったよね。綾瀬とかひーちゃんってやつだよね。そう、もうそう感想のところがかっこよくて、うん、真似してたの。どうしてもなんかかまってるんだみたいになっちゃう。確かに、あそこはなんかなんでしょうね。そう、ちょっと難しいんだよね。ニュアンシーだよね。早く見たい、もう一回早く見たいなーっていう。確かに、言い続けたらやっぱやってくれるかなと思って、そういう思いを込めて言いました。はい、ということで夏に聴きたいスターライトの曲ベスト3でした。はい、はい、続いてカウントダウンを発表するのはミモさんでございます。はい、ミモさんに発表してもらうテーマは三森すず子が思うスターライトのアニメお気に入りシーンでございます。はい、そうなんですよ。はい、こちらですね、まあね、はい、2位と1位2つを発表してもらいたいと思います。お願いします。はい、それではいきます。三森すず子が思うスターライトのお気に入りシーン第2位はこちらです。つけてくれてたんだ、約束の。覚えてますか？1話ですか？これはね、あ、2話だ。2話かな。あ、1話か。あ、2話だよね。1話か。あ、ここ。あ、これ見てますよ。転入してきたひかりちゃんが2人の部屋に初めて入った時にミスターホワイトの敵スズダルの T シャツを見つけて見てますよ。めちゃくちゃ見てる。ずっと見てるからここ。いきなりすぎるよ。でも一人の細かいところまで、かわいい、かわいい。で去っていく。ここにはいられないと思って去っていく。あれ、あれ、自由だな。はい、こちらのシーンでございます。いや、なんかお気に入りのシーンって言われてね、うん、もうなんか重要なシーンが多いじゃないですか、スターライトって。どこを切り取っても結構いいシーンだし、そうだから難しくて、じゃあ一番自分の本当にひかりちゃん可愛いなって思ったところをまずちょっと皆さんに見ていただこうと思って。いい、今それで気づいた方もいるかもしれない。そうだよね、喋ってるのはまひるとカレンだから、まひるが喋ってる後ろで、ね、実はあんなようなことをしていたんですよ。結構長く見てましたもんね。そう、ずっと見てて、うん、ホワイトのライバルですからね、スズダルは。そう、いられないって言って出てくる。裏話がある。そうなんですよ。そんな第2位でした。そして、それでは三森すず子が思うスターライトのお気に入りシーン第1位はこちらです。すごい顔、口に飲み込まれそうだった。あれ、泣き虫はスターになれないよ。かわいい。かわいい。これは第8話。ひかりちゃんがどんどん行っちゃったら、どんどん一人だ。スターライト見れない。決めた。なんだ、行かない。私。スターになる。私このちっちゃいひかりちゃんを演じるのが結構楽しかった。楽しかった。確かに感情とかも、ね、そうなの。いつもひかりちゃん割と感情がないっていうか静かだから、ちょっと久々に現場で崩壊できて嬉しかった。解放できた。お手紙は必死ですね。そうなのよ。いいから私が出すだけだ。どうしても繋がっていたい。そりゃどうもないよね。すんごい涙出るの。かわいい。大好きなんだね。バブちゃんだな。カレン、カレちゃん、舞台で会おうね。いい。約束違うよ。運命だよ。運命。いいシーンだわ。いや、はい、こちらなんですけど、第8話でやそのなんていうのレビューで負けると、うん、きらめきを奪われちゃうっていうのが明らかになんですけど、うんうんうん、だけどだからひかりちゃんはその結構苦悩してるんだけど、うん、カレンとのそのちっちゃい時のこの約束だけはちゃんと覚えてて、うん、なんかそれで引っかかってるみたいな、なんかすごい重要なシーンだったなって思いました。いやいや、かわいいですよ。かわいかった。幼少期。そう、そんな私のお気、ただの私のお気に入りシーンだから本当に。いやでも好きな人いっぱいいますよ。いや私も好きです。かわいかった。嬉しい。さあ、そして、うん、最後に発表するのはもよちゃんです。はい、もよちゃんに発表してもらうテーマは小山桃代が思うスターライトのアニメお気に入りシーン。一緒。
一緒じゃん、萌ちゃんバージョン。はい、こちらも2位と1位を発表していただきます。お願いします。いや、やっぱね、さっきみもさんも言ってましたけどね、もうお気に入りシーンというのはね、もう毎晩あるんですよね。そうなの、そうなの。でもその中でも小山桃代が思うスターライトアニメお気に入りシーン第2位はこちらです。あー、そこ、彼のきらめきは奪えない。ここですね。ここか。でも、うわ、全員を倒さなくて、すごい舞台セット、すごいよね。ちゃんと火もあって夏っぽいな、夏っぽい。ちゃんとあやさんが聞きたい第2位だからね。これ夏やわ、これ。ひかりちゃん、ここです。私ここからです。はい、どうぞ。私たち二人が一番きらめいていれば。あー、さっき見たこの日、夜になってるな、いい、でけー、二人で、きらめけば、泣ける。そんなこと、バナナの顔がまたちょっと怖いんですよね。確かにね、こんなひかりちゃん必死な顔してるのに。いいぞ、いいぞ、ドン、覚醒します。それでも、見えたの、これ気づいてない人ももしかしたらいるかも。ひかりちゃんの武器が、うわー、変わる、かっこいい。あやさん見たくなっちゃってる。あやさんが見たくなっちゃった。見たいね、続き。いや、あのリクリエイトが、あのスターライトのレビュー曲の中でも私一番と言っても過言じゃないほど好きでして、その中でもリクリエイトも全体を通していいんだけど、あそこのオルゴールになったところが、うん、一番こう涙がね、溢れそうになって、しかもさっきみもさんが1位で選んでくれた、あの幼少期のシーンをまるで私が2位で回収していくかのように、あのオルゴールの時に大きくなった2人が同じ場所での約束する回想があるんですよ、ね、あそこで泣ける。エモ、ね、最高ですね。2人がつながってたんやな。これがエモーショナルっていうのか。そうだよ、うんうん、嬉しい、いい話だ。スターライトってこれがね、好きですね。第、うん、これが第2位でしたね、うんうん、はい、そして、はい、小山桃代が思うスターライトのアニメお気に入りシーン第1位はこちらです。どうなっちゃうの、やっぱここだよね。ひかりちゃん一歩踏み出した瞬間、はい、音の入り、なるのよ、いい音の入りだわ。もうこんな、こんなとこに繋がってんの、すごい、すごいよね。きっとこれね、あのリアルタイムで見てくださってた方は、うん、え、舞台少女心へのバラードバージョン来ちゃったんだみたいな、うんうんうん、幕開いてるんですけど、思っただろうなって。確かに、ね、すごく元気な音したイメージの曲だったから、うんうん、なんかそれがこうしっとりするとすごいキュンとするよね。しかもね、ほら、ジュンナが喋ってる時のセットがメガネの形になってるんですよ、うんうんうん、それぞれのね、こだわりがすごい。今の文字もひーちゃんの直筆だったりとかするんですよ。確かにアフレコの時いっぱい間違えた気がする。いや、こだわりが本当すごいんだよ。このジュンナのちょっと短いソックスとか最高よ、ね、みんな違うんだから、ね、靴下の長さ、実は、ね、そうそうそう、舞台で待ってて、つって待ってるっつって、もうこの私服とかもね、そうちゃんと見たいもん。いちいち止めてじっくり見たいのよ。別々の筋書きから、このね、一人一人のこのモノローグというか、うん、セリフもね、いいんですよ。同じ舞台にちょっとホワイトも映して、クラゲのためにやさしいな。ひかりちゃんのことを思って泣ける。スズダルがいっぱいいるんですよ。そう、ここちょっと笑って泣けたもん。ちゃんとこの出会いに飛び出し坊や、うん、意味がある。めっちゃかわいい。だから最高だな。舞台で待ってるね。あ、いい、優しいね。本当待っててくれそうだもん。だって舞台が繋いだ腐れ、飛んだね、このバイクも、うん、ね、舞台があったから、この絶妙なだるまのパーカーとかは確かにこれちゃんとね、すごいよね、あの二人の花道感が出てるんですよね。向こうの指で早見感あるね、舞台が待ってる、高尾っぽい、すごい後ろのね、動物もすごい圧があるね、圧がある。尽きることのない興奮と情熱、本当キー組としても、うんうんうん、永遠の一瞬、才能を持ってますから、バナナは。いつか終わるからこそ
私たちは今を激しく燃やすのね。このセリフもいいんですよね。その瞬間を一緒に。ちょっとね、なんかひかりちゃんを探して、待ってる。ずっと行方不明になったひかりちゃんを一生懸命探して、ちょっと彼落ち込んでたんですけど、うん、こうみんなに背中を押されて、堂々と背筋を伸ばして、こう歩いていくっていうのもまたなんか、すごい。歌は行動。え、何乗ってるのみたいな。何これ。本当に。なんだろう、エレベーター。私たちもセットがすごい。すごいね。クロちゃんらしい。クロちゃんもない。電気つけたらとか思う、うん、思う。でもこなんか気づいたら多分熱中してて暗くなっちゃってるんですよ。とかなんか思うと本当クロちゃんも愛おしいなとか。愛おしい。いやでもこの流れのすごいところってうん、うん、全員でひかりちゃんを探しに行かないことだと思う。そうだね。確かに。そう、みんなカレンを信じて、うん、カレンに任せたって言ってひかりちゃんを探しにね。一人で行くっていうのがすごいね、なんかグッときた。確かに、みんな信じてるんだなって思って。エモい。あー、うん、泣ける。待ってて。行ってきた。泣けるんだけど。からのっていうのが、これ一連ちょっと改めて見るといいですね。いいよね。これね、あのセカンドライブとかでもやらせてもらったじゃないですか、うんうんうん、それも結構ね、グッときましたね。みんながやっぱ一人一人目合わせて、で客席とかも本当に行ったりとか、うん、歩いてアニメをこう再現するっていうのも、ね、いろんなところからもよちゃんに向けて、もよちゃんカレンに向けてね、よかった。これそしてそれで見てる私この曲そうなんですね、ひかりちゃんのひかりちゃんのやばい。だからこそすごいキュンとくるものがめっちゃある、うんうん。だってね、ライブでもその次すぐ12話のスターライトの準備してますからね。そうなの。やっぱここですね、私の1位は。素敵だね。すごい、もう見たい。もう見たいね。早く見たいよ。もう我慢の限界だ。もうみんな我慢できないんじゃないですか。確かに大丈夫、もうこの番組途中で止めて見始めちゃうかもしれない。確かにこの番組最後まで見ていただいて、ね、そうだね、やっぱりその後見ていただいて、ね、やっぱじらされた方がやっぱもっと見たいよからね、しますから、うん、ということで、まあ、我々がねお気に入り選びましたけれども、はい、果たして再生産総集編で出てくるのかというのは分からないんですよ、うんうんうん、私たちが選んでも。確かに選んでもね。そうだからこそ見てほしいよね、映画館で。確かに見てほしい。どこがどう使われているのかっていうのはもう映画館で体験していただけたらと思います。あのボリューム2、明日、うん、放送されるボリューム2では、うん、あやさの選ぶお気に入りシーンも、うん、これ踏まえたら本当にもう無限に出てくるね。そうなの、難しいのすごく考えます。ご紹介しますので、はい、お楽しみに待っててください、はい、以上スターライトカウントダウンでした。これは運命で結ばれた女神たちの物語。青少音楽学園、ここは100年の歴史を持つ由緒正しい女学校。演劇界を担う次の才能を育てるために作られました。第99期生、私たちは舞台に憧れ、舞台に生きることを選んだ。そう、舞台少女。運命のレビューの開演です。トップスターを目指して歌って踊って奪い合いましょう。99期生愛情カレン、みんなをスターライトしちゃいます。結末は別れと決まっているわ。いいの、いつかあの子と戦うことになっても。約束したんだから、私たちは絶対一緒にスターになるって。スターライト、これは運命で結ばれた女神たちの物語。たとえ悲劇で終わるとしても。続いてはこちら、再生産チャレンジ T シャツ再生産グランプリ、イエーイ。なんぞや。はい、こちらの、無地の T シャツにこれから私たちがもう好き勝手にデコレーション
イラストを描いて再生産しちゃおうという企画です。もう本当にただの T シャツ、本当に無地ですね。売ってるんですね、この L サイズ 100% コットンでできております。すごい良い生地ですよ、はい、そうなんです。で、今私たちの目の前にあるこのね、ペンやらもゆちゃんはクレヨンなんだけど、クレヨンとかでこうね、デコレーションしていただきたいと思います。はい、ちなみに制限時間は5分です。はい、じゃあ皆さん準備はよろしいですか？5分ですよ、はい、じゃあはい、ちょっと広げて。確かに、ちょっとどうしよう、難しいな、あ緊張してきた。ですこんな、いいんだ、確かにいいのかな、いたずら書きの気分になっちゃいます ね。さあ、それではやっていきましょう。 T シャツ再生産グランプリ、用意スタート。イエーイ、緊張してきた、うん、でもやっぱ大胆にいった方がいいもんな。そうだね、ホームに。じゃあちょっとデコレーションしながらいろんな話を、ちょっと台本を閉じますわ、もう、うん、本気、ね、本気を。確かに、そうみんな普段は T シャツ着ますもんね、稽古着でね。 T シャツめちゃめちゃ、やっぱ集まっちゃいますよね、 T シャツって。いっぱいある、どうしよう、 T シャツだけで何枚あるんだろうってぐらいいっぱいあるわ。確かに普段も着るしね、やっぱね、リハとか稽古してる期間がやっぱ私たち多いから、うん、そうそうそう、だからやっぱりね、自然と普通の人より着る機会が多いんじゃないでしょうか。ちょっと笑い声が私の横から聞こえます。クスクス言ってる、クスクス。すごいわ、それは。5分しかないから、ちょっと難しいな。すごい、ね、T シャツにさ、このサイン書いたりするじゃん、よくしますね。ありますね、あれもさ、すごい難しいんだよね。難しい、こう布ね、布ってさ、引っ張ってもらって、そう、あれってどう、もらった人とかどうしてるんですかね。確かに、どうしてんの、みんな飾ってるのかな、飾ってるのかな、どうなんだろうか。なくなるかも、黄色い使いすぎて、ちょっと、むず、欲しい、なんだろう。うわ、クレヨン久しぶりに持ったな。私この布描き用のペンなんだけど、めちゃくちゃ難しい。あ、逆に、うん、確かに難しいですね。むずいね。いいな、どうしようかな。普通にグッズにできるな、これ。いい感じかもしれない。あやさ絵うまいよね、意外と。あ、でも意外と確かにそのイメージがある。普通。意外となんかうまいってイメージ。普通です。なんか下手ではないかも。羨ましいぜ。いやいや、こしょ、やっぱポイントはここかな。ここかな、こんなだったかな、ここでいいのかな。これちょっと着ちゃった。ひーちゃんが変わった T シャツ着てるけど覚えはありますか？ひじき、最近さ、何やったっけ、それなみたいな T シャツ着てる。セヤな、なんか着てるね。セヤな T シャツ着てた気がする。いやー、もう若いから着れるんだって。え、そうなんですか？うん、やっぱもうちょっと考えちゃう、もう無地ばっか着ちゃう、私なんて。もう無地の T シャツめっちゃある、うち。でもなんか T シャツって私いつも思うんですけど、着こなし難しくないですか、稽古着の。うん、なんだろう、なんかその体のバランスが悪く見えたら、ちょっとその日の稽古テンション下がるじゃないですか。あとそのボトムスとのバランス、うん、そう、めっちゃ難しい。みのさんね、新しい着方、やっぱ提案。あと前だけインするっていう、あれ流行ってるでしょ、あれ、組内では、うん、そうですよ、やっぱり。はるちゃんがね、さりげなく静かに真似してたから、可愛かった。目に入るものやっちゃうんでね、うん、ちゃうからね、はるちゃんって。あれ、はるちゃん、いつもにやってるって。あ、本当だって言ってた。本当だ、本当だ、自覚なしだったみたいな。そんなことある。可愛い。そうそうそう、いや、 T シャツもね、着こなしは難しいですよ。サイズとかも結構こだわりの T シャツのサイズとかありますか？でも大きめがいいな、私。大きめ派ですか？うん、でも大きすぎるとちょっとね。確かに、なんか現場によってね、 T シャツのサイズ違うって思うの。なんか割と若者っていうか、その20代前半の子が多い、なんかアイドルっぽい現場だと、大きいダブダブの T シャツにスラッとしたパンツ履いてる子が多いんだけど、はいはい、あ、確かに。それが、何、舞台だと、うん、なんかウエストサイドとかだと、うん、もうピタッとしたスパッツにピタッとした T シャツみたいな。もうそれこそ舞台少女のレッスンに寄ったのみたいな。もう体のラインが出るやつをみんな着るわけ。だから私、ウエストサイドの現場行った時に T シャツなくて困っちゃった。ピタピタの T シャツがなくて。そっか、あれ、
裏まで行っちゃう。やばい、どうしよう。はい、どうですか皆さんの出来の感じは。いい感じかも。あと1分ぐらい。どうしよう、なんて書いたらいい。あ、文字書くの難しい。やばい、下文字。てんてんてん。いけ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 。いやだ、なんかこの T シャツ絶対着たくないわ。どんな T シャツですか。あんまりいいデザインじゃないや。めちゃくちゃネガティブ。はあ、こういうセンスないからな。わかんないですよ、ミモさん。もしかしたらスターライトのグッズになるかもしれない。これは気に。そうですよ。ミモさん、ライブティーとかいつも可愛いじゃないですか。ああ、そうそう、もうあれはね、もうバッチリとデザインしてます。終わり？いや、お願い、あと終わりですって。終わっちゃったか。終わりですってよ。終わりですって。終わりです。終わるわけない。で、二色しか使えなかったんだけど私。はい、ということで終わりです。はい、はい、それでは発表していただきましょう。じゃあどうしましょうかね。じゃあこれはやっぱりリーダーからいきますか。いきますか。じゃあもよちゃんお願いします。はい、はい、私が再生産した T シャツはこちらです。お、お、大胆。こちらはどんなようなコンセプトなんでございましょうか。やっぱり、まぶいね、スターライトといえば、うん、キリン。確かにキリンが、まあ、ここ見てもらったら分かりますけど、うん、あの太陽でね、うん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 、照らされて草原に草がねやっぱ生い茂ってる。確かに、うん、いいですね。こで裏が、はい、裏もあんの分かりますか。分かりますか。分かりますじゃなくて、確かにそう言われたらもう分かりますって言うような。分かりますって言ってほしいんですよね。計算し尽くされてるわ。なるほどね。これを着て分かりますかって言って。それグッズで欲しいわ。分かりますとしか言いようがないというか、まあ、分からない買った場合はまあちょっと考えてみないで、うん、分かりませんって言っていただければ分かりますか。すごい、うん、いいですね。これです。いいですね。再生産しました。すごいかわいい。うん、かわいい。じゃあ続きまして、じゃあ私発表させていただくかな。はい、こんな、はい、ミモさんどうですか。ではミモさん最後の方がいいんじゃないですか。最後の方がいいですか。じゃあ、あやさちゃんお願いします。じゃあ私行きます。はい、私はこちら、じゃじゃん。おすごい。なんかどうですかこのコンセプトは。これは和、やっぱりちょっと和ですね。そう、和な感じで、カオルコっぽい感じでありつつ、ちょっとやっぱ文字入ってる方がちょっと着たいなって思うから。確かに舞台少女って書いてる T シャツ意外とまだないじゃないですか。ないね。そう、しかもその文字の配列めっちゃなんか、そう、ちょっとぽくないですか。ぽいぽいぽいですよね。あの、浜さんぽい。ちゃんとハマデザイン事務所や意識して、ちゃんとこうただまっすぐじゃなくてちょっと横に90度に書いてみました。浜さんみ感じる。浜見が深いな。感じる。かっこいい。そうなんです。なんかもう私たちもうこう浜さんっぽいデザイン見たら、あ、浜見強いなって言っちゃいますよね。浜見さん知らない人いるかもしれない。確かに浜さんはいつもね、スターライトの素敵なあの、うん、グッズとか、こうね、グッズとか、このロゴとかも浜さんですよね。そう、全部デザインしてくださってるけど、グッズ T シャツのね、タオルとか、おしゃれ、うん、おしゃれだよね。じゃあ私でーす。私も結構ハマミがあるかもしれないですね。本当ですか。ハマミあります。ある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 。それじゃあいきます。こちらです。じゃん。はい。あ、かわいい。かわいい。これのコンセプトは、すごい、かわいい。コンセプトは髪の毛が光になってます。で、あのさっきのあのちょっとロンドンってセリフが頭耳に残ってたので書きました。すごい。はい、さんめっちゃいいですよ。本当？もう売ってそう。売ってそう。しかもなんかちょっとクラゲにも見えなくもない。嬉しい。うん、確かにクラゲっぽい。めっちゃクラゲっぽい。かしかもこうキュッとワンポイントまとまってる感じとか、本当に売ってる T シャツみたい。ハマミはないけど。それはちょっと見えないけど。否めないかもしれないけど。見もみはある。見もみはある。確かにこれ着てて。可愛い。あ、可愛いかも。だって私これは着たくないもん。いや、これは着たくないけど、これは着たい。着たい？本当？嬉しいな。じゃあよかった。うん、あ、もうでも確かに髪の毛を名前になってるっていうのはちょっとハマミがあるかもしれない。ハマミがある。ちょっと一癖入れるかもしれない。一癖。はい。一癖。ということで。
て、じゃあ皆さん発表し終わったところで出揃ったわけですが、誰の T シャツが良かったのか、今日この現場にいるスタッフさんって言ってもそんな多くないんですけど、確かにそんな多くないですね。に良かった人、一番良かったなって思う人に拍手をしていただこうと思います。はい、ではもよちゃんが良かったと思うかな、一人二人、情けの一人二人ぐらいですかね、情けのこれは二人ぐらいですかね。はい、じゃあ綾瀬ちゃんが良かったという方、あ、おー、1、2、いいぞいいぞ、温度上がったな、あ、30、40度ぐらいになりましたかね、40度ぐらいになった油、じゃあ私のが良かったという方、あ、これは80度ぐらいだ天ぷら油で言うと今油で言うとね、30度ってなんだろうなって思ってた、油の温度だね、いつも油の温度で例えて、なるほどなるほど、パチ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 、人数が少ないからどうしても100度以下になっちゃったんだそういうことか。さあということで、T シャツの、私の T シャツが優勝しました、イエーイ、言ったのは私、いや、ありがとう、だって良かったもんな、嬉しい、ありがとうございます。これもグッズになっちゃうかも、え、なっちゃうかな、浜さん見てたら作ってくれますよ、浜さん、浜さんが作るとなんかもっとすごい、なんか影とか、確かに花とか追加されるかもしれないです、ね、だって私よくなんかパンフに書くコメントとかで光ちゃんの似顔絵描いても浜さんによって最終的にそれないことになってる採用されてないこと、コメントたまに消されること、浜さん容赦なく消してくるから、消えた、光ちゃん消えたなるそうなの、やっぱ出来によってこうね、パンフレットの雰囲気によってはね、厳しい、審査が厳しいから、ありますから、いやでも嬉しいな、え、三森さん何かしらのご褒美があるぞ何かしらのご褒美なんだろうな、楽しみだ、嬉しいなということで、以上 T シャツ再生産グランプリでした。みんなをスターライトしちゃいます。結末は別れと決まっているわ、いいの、いつかあの子と戦うことになっても、約束したんだから私たちは絶対一緒にスターになるって。スターライト、これは運命で結ばれた女神たちの物語、たとえ悲劇で終わるとしても。ここでお知らせです。はい、劇場版再生産総集編少女歌劇レビュースターライトロンドロンドロンド、いよいよ8月7日金曜日に公開されます。ただいま各種前売り券が販売中なのですが、たくさん種類があって迷ってしまうという皆さんのために、ここでまとめてご紹介させていただきたいと思います。前売り券は当日券よりもぐっとお得なお値段になっている上、特典がついているものもありますので、ぜひゲットして8月7日の公開に向けて準備してください。すべて前売り券は前日の8月6日バームの日までに、あーそっちか、安いな、そう、ね、バームの日までになってますので、ね、8月6日までの前売り券販売となっておりますので要チェックでございます、はい、まずはこちらです。上映館で販売している A4 クリアファイル付きムビチケカード券でございます。あやさがね、実物、現物を持って、かわいい、欲しい、かわいい、かわいい、ね、キービジュアルの方も、カレンバージョンとキービジュアルバージョンの2種類、これはね、ちょっと私カレンバージョンは自分で前売り券買いに行ってゲットしたんで、次キービジュアルバージョンをゲットしに行きたいと思います。バームの日までに、ね、ここに意味ありげな花が、意味ありげだよ、ハマさんっぽいわ、めっちゃ、何何なんで、皆さんこれがハマっぽいって、そう、これですよ、これが深い方、あやささっき言ってたもんね、そう、意味深な、意味深だよね、意味ありげない、なんだろう、花言葉一旦調べとこうかなみたいな、うんうん、花もね、花言葉とかあるかもね、はい、よろしくお願いいたします。価格はですね、1500円となっております、うん、全国の上映館のほか、オンラインでも購入することができますよ。はい、続いてはこちらです。ブシロード EC ショップで販売しているグッズ付きムビチケカード券です。一つ目は B2 タペストリー付きムビチケカード券です。こちらです。じゃーん。はい。わあ、すごい。あ、鮮やか。凛々しい顔してる。華やかね。すごい。どこに飾ろうかな。すごい。しかもみんなね、上掛けのボタンを、押さえてるんですよ。え、うわ、意味深、意味深だわ。え、しかもその後ろの花もちょっと意味ありげな確かに意味ありげな花、ちょっとねさっきの花じゃない、あれ、もしかしてえ、これこれ、これちょっと違う、あ、違うか、それは違います、あ、それは違うそうで
ですけれども、まあ、でもね上書き落とされたら、うん、あのレビューが負けなので舞台少女そのボタン止めてるボタンをね押さえて凛々しいというのは ね、 いいね結構いいですねロンドロンドロンドと下に入っております、うん、かっこいいですねはい、はい、さあそして続いてはこちらアクリルスタンド付きムビチケカード券です。どんなアクリルスタンドかというと今 まさに私たちの前にあるんですけどここでちょっと意味深だから言っちゃうとここに最初からクロディーヌのあの何これアクリルスタンドがあるんだけどほら今日8月1日はクロディーヌの誕生日です。おめでとうおめでとうございますボナビバーサルボナビバーサルですかボスボーボ、何？ボナビバーサー。いや、こっから見るとね、H と B しか見えなくて、さっき収録前に何この H と B、響きブシロードみたいな。たらハッピーバースデーだったんだよね。そんな目もありますなんで急にそんな、ね、なんでクロちゃんが宣伝するんだろうみたいな。社員になったのかなみたいな。はい、そんなこんな可愛いね、アクリルスタンドがついてきます。はいさあそしてですねあこれ9人から選んで購入ができまして好きな組み合わせで買うこともできるそうです。あかわいいねこれもありますよそうかわいいのよそれはあのトレーディングアクリルクリップ付きムビチケカード券かなかわいいこれかわいいね飛び出し坊や風イラストそうそうなんですよクリップってことはこれ後ろがねだから学校のあの制服のポッケとかにかませたりできんじゃない？あ、本当だー。あとアンピンもついてますからね。アンピンもついてるからもう名札外してそれにしたらいいんじゃない？確かに、ね、お名前わかんないわかんないようにねいいと思います。目立ってますねダメかかわいいかわいい、ね、めっちゃかわいい、 かわいい何にでもつけられますもんねポーチにもつけられるし、うん、そうだね何でもいけるね、うん、かわいいですね。さあということで、今ご紹介したグッズ付きムビチケカード券についてはブシロード EC ショップで販売しているほか現在秋葉原の秋箱ギャラリーで開催しているバンドリ&スターライト展開催記念ストアでもご購入いただけますのでよろしくお願いします。お願いします。はい。さらに、グッズ付きムビチケカード券にはですね、セブンネットショッピングで販売しているニューエラコラボの書き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド付きのものもありますよ、うん、なんと9体のアクリルスタンドと台座がついたとっても豪華なセットとなっています。そして全国のセブンイレブンではコンテンツプリント付きのムビチケコンビニ券も発売中です、うんうん、こちらは第1弾から第3弾まで全種類をただいま販売中です。買い逃したという方も今ならご購入いただけます。チケット情報の詳細は劇場版スターライト公式サイトをチェックしてくださいね。はい続いてはこちらです。8月7日の公開日より全国のアニメイトゲーマーズで映画半券キャンペーンの開催が決定しました。半券を持って対象のアニメイトゲーマーズに行きますと先着で私たちのブロマイドがランダムでもらえるそうです、うん、さらにお店でお買い物をするとアニメの場面写を使用したポストカードももらえてしまうということで、うんうん、ぜひ映画を見た後はお近くのアニメイトやゲーマーズさんにも立ち寄ってみてくださいね、うんはい、さらにさらに、来場者特典のご紹介です。公開1週目2週目は書き下ろしイラストを使用した複製キャストサインコメント入りミニ色紙をプレゼントします。こちらです。じゃーん。おーこれちょっと今コメントが隠されてるんですよ。あそっかそうだよねお楽しみににしなきゃいけないもんね。じゃじゃん、今日のメンバーでもアワイタッチが可愛いよね。かわいい書き下ろしですからねだってなんて見たい見たい。うわ全部欲しいなこれは。かわいい。うわー冷たい。こりゃ行くしかない。ね、そうだね。絶対に自分で引いてやる。自引きしましょう。自引きしましょう。はい、さあということでコメントはねなんて書いてあるかお楽しみということで、はい、来場者特典はなくなり次第終了になりますので早めにチェックしてください。はい、はい、最後にですね今スターライトの公式ツイッターではカウントダウン動画を公開しています。うん、毎日一人ずつ作品の見どころなどをお話ししていますのでぜひチェックしてください。その他の、最新情報はスターライトの公式ホームページ公式ツイッターをご覧ください。以上お知らせでした。さてお送りしてまいりました劇場公開直前カウントダウン特番ボリューム1。残念ながらそろそろ
終焉のお時間となってしまいました。はい、いやいかがでしたでしょうか。いやどうでした、あやさちゃん。いやもう早く劇場版が見たいし、うん、ちょっと私はやっぱりアニメを見てから劇場版を見る方を迷ってたけど選びました。ね、やっぱ違いとかを先に知りたいし、ね、で多分まあ劇場版を見てからまたアニメも見てサンドイッチを繰り返していくんだろうなって思います。いや繰り返すね、再演だよね、はい、見てほしいです。ぜひまだ見てないという方もぜひぜひアニメを見てから見てもらえたらと思います。うん、どうでした。いややっぱり私もね改めてこう音楽もいいし、うん、の映像も綺麗だし、うん、お話も面白いしデザインもすごいしいやなんかいい良さみポイントが多すぎるスターライト本当に、うん、だから私もなんかめっちゃ今もう振り返りで見たくなってるから、うん、これ見ちゃうな帰ったらって感じですね、うんうん、やっぱりなんだろうこのね作品を一人でも多くの方にもっともっと知っていただけたらなと思うので、うん、これはぜひまだ見たことのないよっていうお友達を連れて劇場に行ってくれたらすごい嬉しいです。はい、はい、やっぱりねもう好きすぎて、うん、スターライトが、うんうん、こういうなんか好きなシーンとか、うん、好きな曲とかを、うん発表できる場があるとちょっと言葉が止まらなくなってしまうというかいや確かに、ね、言葉数が尺に合わない、なんかもう漏れちゃう、なんか良すぎるものってもうさ、うん、どうにかして伝わってほしいと思っちゃうんだよね。どこ出しを出してこうみたいなさ、ねね、1時間じゃ足りないんですよね、うん、このシーンとか見てると余計に言いたいことが出てきちゃってっていうのはもう映画を見た後もよりきっと喋りたいことが増えちゃうだろうなと思うから、これも友達とねシェアしてその気持ちを、そうだね、また新たなねスターライトの一面がもしかしたら見れるんじゃないかなと思いますので、まあアニメを見てからもよし、総集編見てからもう一回アニメ見返してもよしなので、ぜひね映画館に足を運んで、まあ来場者特典もねゲットしてもらえたらいいなって、まあ、報告待ってますから何が出たか皆さんがね、そう、1週目と2週目で違うってとこがやっぱりいいですね。確かにね、なのでぜひ皆様足を運んでいただけたらと思います。そしてね明日はなんと特番ボリューム2と題しまして、我々3人プラス、はい、真帆さんてるちゃんの5人でボリューム2、さらにも劇場版が楽しみになるのではないかという情報をねお届けしたいと思っておりますので、明日も楽しんでいただけたらと思います。はい、そしてなんと朗報です、うん、皆様先ほど我々が、うん、T シャツに再生産した、うん、あの3着、うん、プレゼントしたいと思います。うわーあげちゃうんかうわもうちょっとちゃんとかけばよかった。いや本当にね、申し訳ないよ、いやでももうどれも当たりですからね。そうだよね、嬉しいよ嬉しい。ちょっとツイッターとかで情報発信していくと思いますので、うん、もう欲しいって方はもうツイッターをチェックしていただけたらと、うん、思います。はい、ということで8月7日の劇場公開を楽しみにお待ちください。情報は劇場版スターライトの公式サイトをチェックしてくださいね。以上お届けは愛情可憐役の小山桃代と神楽光役の三森すず子と花柳香織子役の伊藤彩紗でした。バイバーイ。 バイバーイ。みんなをスターライトしちゃいます。結末は別れと決まっているわ。ミーノ、いつかあの子と戦うことになっても約束したんだから、私たちは絶対一緒にスターになるって。スターライト、これは運命で結ばれた女神たちの物語、たとえ悲劇で終わるとしても。